とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントいただきました。ありがとうございます。昨日から引き続き、タワーで出てきたいい装備、見せてくださいということですね。昨日、武器をお見せしました。今日は、弓ですね。タワーで出た弓、5つ厳選してお見せします。では、行きましょう。それではタワーで出てきたいい弓5つ紹介していきます。まず1つ目ハープクロスボウですね。もともと火力があるやつなんだけども、タワーで出たやつは格段に火力が高いです。で、できればマルチショットがついてるやつがいいんだけども、今回俺が出したのが無限ダイナモが使えるやつになってますね。残念ながらダイナモは2なんですけども、まあそれでも251のハープクロスボウよりはダメージを高く出すことができます。まあちょっと微妙な感じなんですけども、理想的な演者としては多分ダイナモ貫通、マルチショットで、あと1個は何だろうな、クリティカルとかついてればいいんですか。クリティカルか追い打ち、うん、もうゴリゴリの火力用の装備として、使っていっていいと思いますけども、これはちょっと、もう少し厳選が必要かな。ダイナモ3だったら最高だったんだけどね。続いてタワーで出てきたいい弓2つ目はですね、これ冬の指先ですね。まだまだ完成形ではないんですけども、とりあえずのやつとなってます。エンチャントがアーティファクトチャージ、虚無、そしてクールダウンショットです。これぴょんぴょんするとチャージショットで弓が3つ出ます。なので、広範囲に虚無を配ることができるので、補助弓としてかなり使っていけるんではないでしょうか。まあベストとしては黄金スキルが、これクリティカルなんだけども、ここがバーストボーストリングだよね。だったらばもっと、使える弓になったんだけども、まだまだ厳選は必要ですね。でも難しいよ、なかなか出ない。続いてのいい弓はこれですね、ピンクスコンドレルです。まだまだ厳選は必要ですけども、とりあえずのやつがついてます。ロールチャージ、無限クールダウンショットですね。ピンクスコンドレルはね、高難易度で強いんですよ。敵が同士打ちを始めるので、ヒラメが抑えられてすごくいい。だけども厳選が難しいのよ。できればこれ昔で出たやつだから黄金ついてないですけども、黄金でバーストボーストリングだよね。で、無限のところをまあ、虚無か弱体化だったら良かったんだろうね。まあ、これはとりあえず、敵を激怒にさせるための装備として、やってますけども、そこまで出番は多くないです。それよりいいやつをちょっともらっちゃったからね。そっちの方を使ってますけども、厳選するといいのが欲しいんだよ。めちゃくちゃいいのが欲しいんだ。それではタワーで出てきたいい弓4つ目ですね。これ良質な力の弓です。エンチャントは黄金でテンポセフト、そして貫通、オーバーチャージ、ダイナモですね。無限ダイナモをしながらさらにオーバーチャージで貯めれるっていうやつです。で、打ち漏らしたとしてもテンポセフトで動きが遅くなりますので、2発目で仕留めることができます。とにかく火力が高い、むちゃくちゃ火力が高いです。で、雑魚はだいたい一撃で倒せるんですけども、ボスでは何発かかかりますけどね。これはね、もう少し、いいのは欲しかった。でもまあそこそこ満足はしてるんですけどね。テンポセフトがスーパーチャージだったら、これとんでもない火力出たと思います。まあまあボス戦でなかなか使えるのでいいと思いますね。良質な力の弓。まあそれプラス、サブリューイングもいいやつを持ってます。はい、それではラストですね。タワーで出てきたいい弓、バブルバースター
ですね、無限バブルビルドできますので欲しがる人たくさんいるかと思いますけども、まあ最高のやつではないですね。とりあえず使えるっていうのを、3つ出してます、タワーではね。うん、まあとりあえずロールチャージとクールダウンショットですよ。まあそれプラス連鎖反応とかね、まあこっちも、アーティファクトチャージ、クールダウンショットの、まあちょっとここら辺は微妙かもしれないですけども、浮遊射撃も入ってます。でこれはクールダウンショットとバーストボーストリングですね。まあ黄金かこっちに、ロールチャージ、アーティファクトチャージが入ってれば最高だったと思うんですけども、まあこの3つぐらいですね。うん、無限バブルビルドするのであれば、まあ全然いいんではないでしょうか。とりあえずのやつはついてます。はい、ということで今日はコメントありがとうございました。昨日に引き続いてタワーで出てきたいい装備、弓編でしたね。弓は実際のところ火力を出すやつ以外は古代狩りの方が、全然出ますね。なので今ね、弓は古代狩りで厳選してます。タワーではまあ出てくればいいかなぐらいに考えてますけどね。うん、弓の厳選はなかなか難しいので苦労すると思いますけども、まだまだやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。